はい、こんにちは、劇団スクショー塚達也です。今ね、新しい事務所に引っ越しまして、みんな絶対気になってると思うんですよ。傾き、傾き、家の傾き絶対気になってるでしょ。中田さんもやっぱ気になってるでしょ。家の傾き、いや、別にまず気になる場所ではないと思うけど。みんな最初に気になる場所って大体傾きなんで。あ、そうなの。買ってきました、ビー玉。なんかその買ってきましたみたいな、そんな大層なもんじゃなかったんでびっくりしたんですけど。いや、でもこれがあれば、はい、果たしてこの家が傾いてるのかどうかっていうのがよくわかる、うん、で、傾いてなければ傾いてないでいいし、うん、傾いたら傾いたら別にいいんだけど、はいはい、それを分かった上で仕事するとまた違うから。そりゃそう。お、全体的になぜかこっちに進んでいくぞ。どういうことだ。もう3個あの勢いをつけて置いたわけじゃ、うん、なんだ、こうさ、こっち勢いがすごいぞ、こっちは。こっちから勢いが止まらない。ちょ、山の頂上からちょうど落とした感じ。はい、この大地の部屋。あ、はい、ありがとうございます。動くな、動くな。お、いいぞ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 、やりました。ありがとうございます。もしかしたら本当。あ、いや、ん、あ、違う、ほら、物を置いてるから、リュックがそこに置いてるから。でもこの部屋だいぶ少ない。そうですね。次で、すいません、岩さんの部屋、岩さんの部屋の傾きを調べていきたいと思います。さあ、どんな動きを見せるのか。おお、一人すごいぞ、一人の勢いすごいぞ。どこまで行くんだ、どこまで行くんだ。おー、あっちに行く、あっちに行く。え、俺に来るんです。なっすごい。よし、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 よし。あー、だいぶいいっすね。かなりトラッとな感覚ありましたから、歩いてて。あー、ケンちゃんさんの部屋の傾きもっと知りたいですよ、やっぱり。どう、うん、俺はでも知りたくない、本当はね、知りたくない。でも、知らずに、でも知らされます。頭痛になるかもしれないでしょ。でも、でも知らされます。すみません、じゃあ行きます、はい、いる、頑固な、あー、一人。あ、これは俺が触っちゃった。ふわーっと、ふわっと、証拠を隠滅する男が現れた。あ、置いたのに。あ、あれ、何度置いても、ええ、青いのだけは。みんなの部屋どっちに傾いてるの。あれ、あれ、あれ、増えてる。なんだよ。はい、決まりました。じゃあちょっと1階をあと最後に。ああ、すいません。1階ってみんな過ごすじゃん。何なん、業者なんですか。1階ってみんな過ごすから、やっぱり、はい、さあ、置いた。おお、やっぱ地盤がしっかりしてるから全くよ。だから基本は1階にいた方がいいよ、俺たちは。もう全然、全然だ、全然ね。え、俺の部屋だけなんだよ。そうだね、本当に。なんか本当に絶対動いちゃったのって俺の部屋だけど、うん、いやー、1階は傾いてないじゃん。全然よかった。2階は俺んとこだけが傾いてんじゃん。俺のおすすめは、達也さんは基本1階にいた方がいい。あんまり自分の部屋にはいない方がいいね。確かに、昨日頭すっげー痛くなったんだよな。そうだ、あ、ちょっと電話来ちゃった。あ、すいません、大丈夫です、はい、ありがとうございました。新しい、はい、今のケンちゃんの電話、うん、そっちの方には失望してんの。その話もしていいですか。あのですね、この家インターネットを入れるということになりまして、ニューロの方にあの連絡したんですよ。なんか2回工事が必要らしくて、で、1回目の工事はここやったんです。もうやって NTT さん待ってくれと言われて、で、あの待ってたんです。ニューロ工事できないみたいな。ちょっと一気に値段上がったからね。そうですね、その値段も上がったし、うん、スピードも落ちたんだよね。スピードも落ちたし。俺と達也さんはそればっかり来たんだけど、ケンちゃんは、うん、それよりさ、この事務所にニューロ通らないんだ。入んねえんだよ、この家は。ユーロ、拒否の家なんだよ、ここは。